解説には元 WBA 世界フライ級 IBF 世界スーパーフライ級のチャンピオン亀田大輝さん、そして第40代 OPBF 東洋太平洋スーパーライト級チャンピオン、第45代日本スーパーフェザー級チャンピオンの内藤陸選手、お二方をお迎えしてお送りをしてまいります。お二方改めてどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ注目の一戦です。丸田ひなた、そして阿部レイヤの一戦、第1ラウンドがスタートをしました。右対左の一戦です。大輝さんはまず立ち上がりどんなところ注目されますか。そうですね、やっぱりこの距離ですよね、まずこの距離から主導権を取っていくと、まあ、僕は予想してるんですけど、はい、まあ、丸田選手が、それにどのタイミングで、どのタイミングでその今の左を合わせていくかですよね、はい、まあ、今飛び込んでいきましたが、内藤さんかなりやっぱり遠いですよね。遠いですね、はい、いやこれ結構遠いですね、はい、まあ、180センチで、しかもこれ阿部選手がまあいわゆるサウスポーなんで、まあ、その分よりちょっと遠く感じるという立ち位置です。はい、180センチ、この数字以上に何か懐の深さも感じるような、そんな丸田、まあ、ただ大輝さん、この阿部選手もカウンター取るのはうまい選手なんで、まず、丸田選手がどこで入っていくかも含めてちょっと見たいですよね。そうですね、はい、ただでもこのまんまずっと進むと、本当にさっきの試合の力士みたいになってしまうんで、はい、今のやはり、はい、ああいう飛び込みとか、でちょっとずつ距離を縮めていかないと、はい、うん、丸田のペースなんでね、まあ、どうでしょうね、阿部選手がどういうふうにまず距離を詰めていくかっていうところが一つのポイントですかね。そうですね、はい、でもこの展開だとやっぱどっちつかずになっちゃうと思うんで、丸田選手も前に出るのか、はい、何か仕掛けないと、この辺り、まあ、お互いに、まあ、阿部選手はカウンタースタイルの選手ですし、はい、で丸田選手は距離が長いっていうのを意識している選手なんで難しいですよね。そうですね、はい、やっぱ阿部選手はやっぱちょっと誘ってますね。あ、そうですか。どっちかっていうとちょっと待って、はい、やっぱカウンター合わせたい感じで戦ってますね。あ、右、ナイス。だから丸田選手うまいですね、今みたいに、はい、でも無理やり入ったらああいうカウンター取られちゃうと思うんで、阿部選手的には本当入ってきてもらいたいはずなんですけどね、はい、ああいうふうにあれ入ってきたところに左は合いそうですね、今のところ、はい、阿部がじりじりとこう詰めていこうとはしています、まあ、ただしっかりとボディがヒットするところまではまだ行っていない感じです。まだ距離が遠いですね、はい、この距離をいかに詰めていくか、左のジャブを打っていきました丸田、右のジャブダブル、やっぱ阿部選手の方がよく足は動いてますね、まあ、ただこれ、あ、右返していきました丸田、まあ、当然これ丸田選手も、まあ、カウンター、おいしい、今みたいにやっぱ右入ると左カウンター危ないですよ、はい、第1ラウンド終了しました、この1ラウンドは大輝さんにはどう映りましたでしょうか。まあ、でも阿部レイヤ選手のラウンドじゃないですかね、はい、まあ、難しいラウンドですけどね、逆に丸田選手はまだどちらかというとまだ何もしてないというか、はいはい、そこに最後カウンター入ったんでね、まあ、阿部選手のラウンドですかね。内藤さんいかがですか。そうですね、阿部選手のラウンドですね、はい、でもなまだ丸田選手本当大輝さんが言うように何も仕掛けてないんで、こうなるとやっぱ阿部さんの方が仕掛けてる分ポイントは持っていくんじゃないですかね、はい、まあ、でもやっぱりチャンピオンは丸田選手なんで、阿部選手ももうちょっと多分かけていかないと際どいポイントはやっぱ丸田選手に流れていっちゃうと思うんで、はい、そこだけ気をつけてもうちょっと攻めた方がいい気もしますね、まあ、当然チャレンジャーは阿部選手なんで、阿部選手がやっぱり大輝さんこう作っていこうっていう意図は一覧出てましたよね。まあ、そうですね、はい、まあ、誘って、うん、まあ、むやみやたりに、ね、いったらね、はい、うん、やっぱり丸田選手パンチもあるんでね、やっぱ最後みたいな展開ですよね、はい、丸田選手が前でできたところをやっぱ狙ってると思いますね、まあ、その誘いをある程度丸田も感じた中で2ラウンドどういうふうに考えていくか、丸田選手はやっぱジャブとかも見にくそうなんですけどね、手下から出てきて、はい、ちょっと独特の軌道なんです ね、 そうですね、はい、もうちょっとジャブついてもいいかなっていう気もしますけど、
てもこの阿部選手はもう出入りで勝負をするタイプの感じのスタイルです、はい、やっぱ足がよく動いてますね阿部選手の方が、はい、ボディ、うん、小刻みにやっぱ足動かしてああいうふうに合わせますね、はい、タイミングの取り方もちょっと独特な取り方なんでね、はい、うん、いい角度で入ったら左入りました、ちょっと効いてきますよね、ちょっとタイミングはちょっと取りづらいタイミングですね、その丸田選手やっぱ止まんない方がいいですよね、うん、そのタイミングが取りづらいっていうのは大輝さん、あの普通の選手とどういう風に違う感じなんですか。そうですね、やっぱ小刻みのフットワークと、はい、うん、やっぱりなんですかね、ちょっとトリッキーというか、うん、なんかちょっと普通の選手と違うんでね、はい、うん、ちょっと正直ではないっていうことですよね、うん、そうですね、まあ、はい、もちろんいい意味なんですけど、もちろんそう、はい、だそういう選手のパンチっていうのは当たった時にガツンとこうちょっと入るんじゃないかなと思いますけどね、はい、まあ、いろんな駆け引きをちょっとこういったあの中で阿部はしっかりとやってくるんで、うん、アパから左、ね、うん、まあ、若干遠いですけど、はい、あそこの位置まで届くってことですからね、はい、ペースを阿部選手がボディ、これかなり今阿部がいい入りをしています。さあ丸田が詰めていく、ね、はい、丸田選手はこれだと距離つかめないんじゃないですかね、阿部選手の方がやっぱ自分のパンチうまく打って、はい、阿部選手って多分ジャブっていうよりも左ストレートで距離を測る選手なんで、なるほど、はい、うまくこの左ストレートで今阿部選手の方が距離を測れてますね、やっぱり、はい、丸田選手はもうちょっと今みたいなジャブを出して、はい、自分の距離しっかり測った方がいいですね、まあ、今お話した左ストレート、これであの距離を内藤さん取ってるということですね。そうです、はい、これ距離を取ってるぞ、はい、距離感を掴んでるみたいな、ね、距離感を掴んでる、はい、やっぱり飛び込みが主体だからっていうことなんですか。そうですね、はい、でやっぱりこうノーモーションの醜い左打つんで、やっぱそれでこう距離を取れると自分のパンチが当たった時にすごくこう自分のリズムに乗る選手ですね、はい、阿部選手はまだちょっとバレた選手は自分のペースを大輝さん掴めてないですね。いや、掴むというよりは掴まれた感じですね。掴まれちゃった感じ。なんで、はい、ペースは完全に阿部選手が今握ったんじゃないですかね。はい。改めてその握ったっていうのはどういった理由かちょっと教えてもらっていいですか。やっぱりあの得意なパンチが入ってますんでね。それをやっぱり入ってなければねもちろん掴めてないんですけど。はい、やっぱり得意なパンチが、うん、やっぱりまだもちろんあの深くはないですけど浅くでも入ってるんでね、はい、うん、逆に丸田選手は何もできてないんで、はい、ただそうすると最初の振り分けはこれ、そうですね、阿部選手ですか、はい、内藤さんも同じ阿部選手ですね、はい、1ラウンド目よりも的確に阿部選手だと思います。あの先ほどあの内藤さんからはその左のストレートで距離を取るというご指摘があったんですが、はい、あの大輝さんにちょっと伺いたいと思います。この阿部選手 の左の、まあ、飛び込みですよね、これってどういうふうに映ってます。いや、あの本当に、まあ、タイミングが取りづらい、なんかノーモーションので出てくるんで多分、あの僕らが感じているよりも丸田選手は多分反応できてないんで見えてないんでしょうね、うん、これってある意味こうリーチとかもそういうのは一切関係なくなるわけですね。そうですね、そこまで飛び込まれてしまってるっていうことはね、はい、そういうことですよね、はい、うん、なんでそこをしっかりバック取ってカウンターでも合わせたらあの左が消えるんですけど、はい、うん、そうですね、バックステップ入れたいですよ ね、 そうですね。でもそれができてないってことは、まあ、現状阿部選手のペースですよね、はい、ボディー、今の動きなんかは一つ流れを取っていきたいところです、はい、丸田の右のボディーが当たりました。ああ、ナイス、左のジャブ、あ、これで動きを止められればいいんですか。そうですね、ああいうジャブで自分の距離測れれば右のボディーとかにつなげられると思うんですけどね、マッチを通っています。まあ、届いてはいませんけど触れてはいるという状況です。ちょっとまるかも迎撃を仕掛けるようになってきました。左ジャブ、ちょっとまるかのパンチが当たり始めてはいます、はい、この辺内藤さん何か変化ありますか。
ちょっとやっぱ丸太がこう前に出るつもりすごい引くようになったんですね。カウンター狙いっていうようにこうカウンターは狙ってるんですけど、前のラウンドからも、はい、もっと長い距離でカウンターを取るようにしてますね、はい、若干こう後ろ重心というか。そうですね、はい、あこれ本当に細かいところですけども、それでちょっと変えてきてるってことですね、はいはい、さあ阿部がジャブから入っていきます。ネルスレト、この辺から届かなくなるんですよね、ここチャンスですよ、はい、さあコーナーに詰まったマルタ、右から左に入っていきます、今その少しマルタの方がまあ距離感というか若干後ろ重心にして距離を変えた部分の変化というのは大輝さんもちょっと感じる部分あります？そうですね、やっぱり、はい、まあ、カウンター警戒しているので阿部選手もそこまでむやみやたらに、ね、入れないんで、ただそこでやっぱり細かいジャブとかを欲しいですよね、もっと、はい、明確にポイントを取らないといけないんで、アフロッケですね、マルタ選手全部コーテコーテ後ろに回っちゃってますね、はい、後手に回っちゃってるんで、これも試合自体は阿部が作ってるという印象になるのかどうなのか、はい、まあ、第3ラウンド残り10秒切っていますが、おー、ステップ、あ、ナイスジャブ、ああいうジャブが欲しいですよね、はい、ちょっと際どい選んでですね、まあでも阿部選手が、まあ、まあ取ってるのかな、際どいすごい際どい選んでですね、はい、ちょっと振り分け難しいですが、まあ、強いて言えば阿部選手という感じでしょうか。いやでも全然チャンピオンに上げても全然いいラウンドですよ、はいはい、内藤さんも同じような意見ですか。いや俺的には丸田選手のラウンドでもいいかなっていうのは、まあ、チャンピオンの分っていうのもありますけど。なるほど、確かに、はい、少し距離感を変えてきたところで若干当たってきてますか。はい、当たってきてるし、その距離感をつかめてないですね、阿部さんは、はい、ですから3ラウンドに少しちょっとバレたの方が、まあ、距離感の部分で変化を加えて、じゃあ今度は阿部がどうするかということですね、はい、いやでもやっぱりもうこのメインイベントクラスになるともう本当に細かい駆け引きなんですね。そうですね、はい、第4ラウンドスタートしています。まあ、序盤はいい形でカウンターを当てようというふうなイメージがあった阿部ですけれども、丸太が少し距離を変えてきました。さあ細かくステップを刻みながら、まあ、若干こういったジャブで、まあ、手数もしっかりと当てている丸太、丸太選手ちょっと慣れてきたですね、少し腕を回しながら何か、トリッキーな動きを見せます阿部ですが、お互いにまだパンチはありません。アーティリー、アーティリック、どうだ、はい、その場所はレイヤーだよ。アトゥー、アルドパンチが届いています。そしてボディへ、アルドが少し流れ変えてきてるか、左、ダキさん、今の中でいかがですか。そうですね、やっぱり得意なんでしょうね、はい、やっぱりしっかり当たるときに出してますよね。手数は少ないですけどね、はい、でもやっぱり効果的ですよね、はい、うん、見えてるから出す、だから当たってますもんね。あ、なるほど、丸田先生もこう狙いすぎない方がいいですね。そうですね、はい、ちょっと狙ってますよね。確かに、ジャブジャブ、もっとポン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 リズムでついていきしますけどね。アビット左、カウンターも狙っています。チャンス、さあ詰めました。あ、詰めてる。あ、ナイスストレート。ナイスストレート。さあ試合動いてきました。左のジャブから。アルケ。アルケのパンチも届いている。でこうなるとこう狙ってるんで阿部選手もカウンター。はい。あんまりこう打ち切り入りすぎない方がいいわけですね。はい、左今行きました。うわ、飛び込んでいくマルタ。あ、でも切れてる。ちょっと目切れてでしょうかね、右目、はい、右目ちょっと切れてる、ね、少し赤くなってるようには見えますね。左ジャブ、あ、切れてますね、左のジャブから入っていこうというところですけれども、
アービスレートで、はい、ちょっと効いたかな、はい、ちょっと効きましたね。さあここは丸田がいいパンチやっています。ちょっと目も気にしてますね。さっきの接近戦のところで抑えきれたんだと思いますけれども、はい、まあ、今見るとちょっとまぶたのあたり若干カットしています、はい、ちょっと傷が開いてきました。それがベニトン、あー、1人カウンター取れています。あれ左ストレートダブルで1点距離詰める。さあ試合動いてきました。第4ラウンド終了しています。このラウンドは大地さんいかがでしょう。まあ、丸田選手ここ取ったんじゃないですか。はい、内藤さんいかがでしょう。丸田選手ですね、いい一発ありましたね。はい、まあ、今のカットに関しては有効なパンチによるものですというアナウンスが場内に流れました。これで丸田はだいぶ戻した感じがあります。だいぶ気持ち的にもね、はい、うん、やっぱ目切れたヒッティングじゃないですか、はい、やっぱ阿部選手焦り出ると思うんで、結構状況的には、あ、結構切れてますね。結構丸田選手有利に進むかもしれないですね。結構開いてるな。あ、これちょっと有効打ですので、これで、まあ、試合続行不可能になるとテクニカルノックアウトということになってしまいます。こうなると阿部としては、まあ、どうでしょうね、なるべく早めになというふうに考えるのかどうか。でもやっぱ待ってでもずっとそこを打たれて傷広がっていっちゃうだけなんで、やっぱり倒しに行くっていうことを考えないといけないと思いますけどね、はい、まあ、意外と空きましたからね、傷自体が。まあ、血の量自体はそんなに出てないんで浅いんだと思うんですけど、ちょっと空き方が、ね、気になると思いますね。ボディー、あれはボディー、はい、だから左フックとジャバーもらいたくないですね、はい、傷広がっちゃうんで、はい、丸田選手なんかもうそこ多分狙いやすくなってると思うんですよ。そうですね、入っていきます。まあ、この辺ちょっと試合自体大きく大吉さん左右しそうなカットですよね。そうですね、まあ、これもボクシングなんでね、はい、まあ、こうなって阿部がどういう風に変えてくるかなんですけれども、左フックから入りました。少し入り方を今変えましたね。血は流れてないですからね。そうですね、まあ、うまく、ワセリンで止めてるのかどうか。左のジャブです。丸田やりすぎた。今のタイミングは大体いかがですか。いいタイミングですね。右丸田もしました。左ちょっと少し序盤よりはリスクがお互いに、はい、そうですね、出てきましたね。第5ラウンドちょっとお互いどっちとも距離掴んできましたね。左下にはアタックカウンターパンチの数を表情させていただいています。よいしょ、ボディから上投げていきました。阿部左飛び込んだ。もっと丸田が何かこうジャブで、あの目のあの傷を狙っていくのかなというふうに思ったんですが、そうですね、意外とそんなでもないですね。ですね、はい、丸田意外とそんなにこのラウンドは手数は出していません。ね、このラウンドちょっと狙っちゃってる感じもありますね。あ、はい、今こういう感じでジャブを出して、狙うっていうよりもリズムでついた方が、あ、右前にタグリー、チャンス、まだね、アメチャンス、あ、ちょっと聞きましたね。ボディ動きが止まりました。丸田残りは20秒あります。丸田も狙ってんな。アメリー、あ、ナイス、効いてます、効いてます。丸田ピッチ、阿部がいい飛び込みからチャンスを掴んでいます。ただもう時間はありません。第5ラウンド終了しました。いい攻めでしたね。いや大きく動きました。大地さんこのラウンドいかがですか。阿部選手取りましたね、はい、あの目切れてもね、あのジャブもらってもずっとあの細かいステップ変わってないんでね、はい、うん、やっぱり焦点合わないですよね、逆に。あの狙ってるんで、はい、丸田選手が狙ってるんで、あの小刻みの動きがちょっと
うん、焦点が合わないというか、あの的が動きすぎちゃってるんで、そうですね、ということですね。でそこで左飛んでくるんで、はい、内藤さん、この辺でいかがですか。いや、阿部選手ですね、はい、さあ、大阪です。第2射が48対47、残りの1射が49対46、3射ともに青コーナー阿部選手ということで、挑戦者阿部サイドに1ポイント1射、そして3ポイント2射という、いやいやいや、これは面白い展開になってきました。それからあの終盤 の、 あの打ち合いのところですけれども、丸田選手のダメージが大樹さんどうかなってちょっと私気になってるんですが、その辺いかがですか。そうですね、いや多分ダメージはありますよね、はい、頭冷静にいけるかどうか丸田。右から入っていきます。やっぱり内藤さん、入り方のパターンも多彩ですね。そうですね、左から右まで返せるようになってきましたね、選手は。あのもう右手が当たるってことはもう左もっとドンピシャに当てられる距離になっていると思うんで、はい、今のところも阿部選手のリズムですね、これ。さあ完全に距離が阿部選手始めています。止まらない方がいいですね、丸田選手は、はい、ボディー、ちょっと今動きが止まりました、はい、今大輝さん、丸田選手は何求めたいですか。そうですね、いやもっとジャブをついてね、本当に全然あのボクシングすれば全然あの戻せる展開だと思うんでね、はい、うん、逆にちょっとパニックになってるかもしれないですね。冷静さを取り戻したいんですが、なかなか今うまくいってない丸田、ね、どっちかというとやっぱカットして阿部選手の方が動揺する展開なんですけど、丸田選手の方が動揺してますね、はい、効いた、明らかに丸田が上に行きました。阿部の左ストレート、カウンタートライ始めて、距離も明らかに掴んでいます。もう序盤の距離とは全然内藤さん違いますもんね。違いますね、もう近いですね、はい、さあ詰める阿部、詰める阿部、ナイスボディ、ここでジャブつきたいですね、丸田選手。間に行った、ここからダブルでいきます、飛んできた阿部、相手につけ、アッパー、はい、さあ詰める、ちょっとなんとか止まったらダメですね、止まって動かないと、はい、あまり良くない姿を見せましたチャンピオン。これが2度目の防衛戦、この細かいスタッフで相手の、まあ、なかなか的にならないというふうな感じ。あ、ここもうまくボディまでつなげる。もう丸田選手はもっとジャブつきたいですね、いや大輝さん、なかなか手出ないですね。そうですね、はい、うーん、やっぱりこの身長全然活かしてない感じですよね。ですね、ちょっと気持ち的にも今あー取り手になってるか。いやもう完全に出入れで、あー左ジャブですね、はい、第6ラウンド終了しました。大輝さん、このラウンドいかがですか。そうですね、やっぱ阿部選手がやっぱ優勢ですよね、はい、内藤さんいかがでしょう。阿部選手、はい、はい、ということでだいぶ阿部が、まあ、ポイント的にはリードしてるんですけれども、先ほどのラウンドのリプレイをご覧いただきます、まあ、この後ですよね。ここね、そうですね、固めて止まっちゃいましたね。そうですよね、はい、これはもう打たれ放題なんでね、やっぱジャブの打てる距離の時にやっぱりしっかりジャブを打ちたいですよね、はい、はい、家族も、見つめています。なんか最近あの下のお子さんは髪の毛切ったということで、前まではなんか女の子っぽい髪型だったらしいですけども、阿部選手の、息子さん、姿を捉えておりました。まあ、パパの強いところを見せたいというモチベーションはあるでしょうから。さあ一方丸田ひなた、チャンピオンはちょっと今追い込まれている状況です。また内藤さん、先ほどのジャブ最終盤にやってましたもんね。はい、そうですね、あの感じも本当もうジャブつきたいですね、丸田選手は。はい、ここもフェイントを入れてまたステップをして、まあ、距離を自在にこう出入りをしながら阿部が当てていきます、まあ、これで、はい、
完全にチャンピオンのリーチのアドバンテージが消されている状況です。もうそうですね、リーチとかのアドバンテージはないですね、はい、左のプレートも当たっています。右だいぶこういったジャブも捉え始めています。まあ、ですから本来的にはこれジャブで止めたいはずなんですが、大吉さん、ジャブ出せないのは何か理由あります？マルタ選手が、完全にあのストレートですよね、はい、阿部選手のストレートが、このストレートの方が、はい、なんていうんですかね、あの入る距離になってるんですよね。あ、なるほど、距離は遠いんですけど、はい、あいつですけどね、あいつですけどね、できましたね、はい。